ロンドン自治区、ロンドン自治区、ロンドン自治区は、イギリス及びイングランドの首都ロンドン、大ロンドンにおける32の主要な地方自治区域であり、各自治区は、ロンドン区カウンシルにより運営される。ロンドン自治区は、すべて1963年ロンドン政府法により、1965年4月1日に、グレーターロンドン、大ロンドンが設立されると同時に設置されたの種で、ある。 シティオブロンドンとそれを取り巻く12の自治区はインナーロンドンを形成し、インナーロンドンの外側にある20の自治区はアウターロンドンを形成している。各ロンドン自治区の人口はおよそ15万人から30万人程度である。インナーロンドンの自治区は人口、面積の双方の点において規模が小さい傾向にあり、アウターロンドンの自治区よりも人口密度が高い。 1960年代以降、インナーロンドンの自治区の人口は、域外への人口流出により大いに減少した。ロンドン区カウンシルは、大ロンドン全域において限定的な権限を有する、戦略的な大ロンドン庁と対照的に、地方行政サービスの大部分を提供する。各自治区はいくつかのに分割され、各カウンシルにおいて、 定期的な見直しという条件で4年ごとに実施される選挙により議員が選出される。第一回選挙は1964年に行われた。直近の選挙はされ、次回選挙は2018年に予定されている。ロンドン区カウンシルの政治会派は保守党、労働党、自由民主党の3党が支配的である。28の区のカウンシルは 議会から選出されたリーダーが率いる内閣が政策決定を行うリーダーと内閣を採用しており、さらに、ハックニーク、ルイシャムク、ニューアムク及びタワーハムレッツクでは区長は直接交戦される。なお、シティオブロンドンはシティオブ、ロンドンコーポレーション並びにインナーテンプル及びミドルテンプルにより統治される。1930年代半ば頃から大ロンドン地域は の4種の地方政府当局から構成されていた。大きなカウンティバラは、すべての地方行政サービスを提供していた上に、通常はカウンティカウンシルにおいて与えられる権力を有していた。ミューニシパルバラ及びアーバンディストリクトの当局はより、少ない権力しか持っていなかった。この状況は、カウンティカウンシルが、初等教育や、図書館運営のような機能をミューニシパルバラと、 ディストリクトカウンシルに移常できたことにより、より複雑化し、各サービスがバラバラに実施されることになった。ロンドン地方政府の改革により、この取り決めを調整しようとした。が1957年に設立され、1960年10月19日に報告書が公表された。その報告書の中で10万人から25万人の 人口を持つ52の大ロンドン自治区が提案された。これは、その時点で存在していたすべての自治体が入り混じったもので構成され、二つ内し三つの地域が合併し、分割の結果、二つの自治区が形成された。1961年12月、政府は52区よりも34区にするよう提案して、それらの境界について詳細に述べた。1962年には、 提案された区の数は、さらに32区にまで減らされた。1965年4月1日、全32区のロンドン自治区とクレーターロンドンが1963年ロンドン政府法により、発足した。旧ロンドン県地域の12区は、インナーロンドンに、残りの20区は、アウターロンドンに、それぞれ指定された。アウターロンドンの区カウンシルはであったが、インナーロンドンの区カウンシルは、当初、 旧ロンドン県の多くの小規模な地元当局は、珍しく教育を提供した歴史がないということを、指摘した野党及び政府に称賛され、を存続させるように指定された。シティオブロンドンは継続して、シティオブ、ロンドンコーポレーション並びにインナーテンプル及びミドルテンプルにより収められることになった。第1回選挙は、され、新しいカウンシルは、 翌年に正式に権限が異常されるまでの間、影の当局として非公式に行政の運営に当たった。1965年から1986年までの間、ロンドン自治区は二層構造の行政組織の一部であり、クレーターロンドンカウンシルと権限を共有していた。権限と機能の分割は、GLC が消防、救急、水害対策、 ゴミ処理などの広域サービスを担当する一方で、ロンドン区カウンシルが社会的ケア、図書館、共同墓地、ゴミ収集などの個人向けサービス担当することを意味した。1986年4月1日に GLC が廃止され、それまで GLC が提供していた下水処理などのいくつかのサービスに関する権限を区カウンシルが得ることになった。インナーロンドン教育当局は、 臨時の当局として存続したが、1990年に廃止され、インナーロンドンの区カウンシルが地元の教育当局となった。2000年、ロンドン市長とロンドン議会で構成される、クレーターロンドンオーソリティが設立された。戦略的な当局として、グラは主要な幹線道路計画戦略など、限られた権限のみを区カウンシルから吸収した。区の名称に、 ロンドン自治区を含まない区が全部で4区ある。シテオブ・ワイストミンスターと、キングストン・アポン・テムズ、ケンジントンチェルシー、グリネッジの3つのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。